公開浴場ですね。ここはね、なるほどね。素敵なところなんですけども、お入りくださいって。どうぞお入りください。多分ですけど、今日で僕ら出禁になります。ここで入浴はお避けくださいって書いてあったら笑ってますけど、まあでも朝に返す願いの泉って書いてまして、一応2つ購入するんですよね。インフォメーションになっちゃうんですけど、いろんな大会とか健康の維持とかいろいろあって、そのうちの2つ購入して1つを入れて1つを持ち帰って、その願いが叶ったらまたここに入れに来るということで、ぜひぜひ皆様、残念ながらここがね、3月31日で一旦休館を、ちょっと耐震の関係で休館を1年半されたみたいなので、なのでぜひ今日ね、石を買っていただいて、もう1年切ってますが、1年以内に願いを叶えてここにもう1回来ていただければ、次の3月31日、来年の3月31日で、だってなんて来年の次のね、3月31日で耐震工事のために、お前来なかよ。いいんですか言って。僕はいや、たまといて、たまといて、いや、もう来年ここでバースデーさせてもらおうかなって。もう最後どうぞありがとうございましたって。私は大阪にいましょう。いやいや、行こう行きましょう。僕3月31日が誕生日なんです。なんで、休暇の日に何かイベントしに行きます。入るらしい。いや、入る、その日入る。何やお前、それだお前、綺麗に入る、入ってから入ってこいよお前。確かにね、入れる体になったね。え、最新のね、あの前に、お前ここでお前こうやって、そこでこうカメラでお前、いい歌がカラコロ言うて入れよ。いや、来ないよ、来ないよ。あれだ、いろんなとこから大丈夫入っていい言うてんのお前。来年の3月31日でしょ。はい、そんなお前、こんなチャンスないと思う。確かにないよね、ないよね。しかもずっとうんうんと頷いていただいて、こんなもう皆さんに見てもらって。